はいどうも、高野です。えー、今回もですね、ラルク・アンシエールの、えー、話をしていきたいと思います。今回はですね、えー、アルバムキスの話をしていきたいと思います。えー、今回もですね、えー、今までと同じように、えー、当時のね、雰囲気とか、えー、がよりわかるような形でね、楽しんでもらえたらいいなと思います。それではやっていきたいと思います。えー、ラルク・アンシエール11枚目のアルバムですね、キ、え、ス、ー、ということで、2007年、 えー、11月21日発売で、えー、前回のアウェイから2年5ヶ月ぶりのアルバムでした。ね、当時からすると,と、結構待った感じかなうーんって感じです。はい、えー。じゃあ順番にね、話していきたいと思いますが、えー、今回のね、キスアルバムにですね、キャッチコピーを付けるなら、えー、復活以来以降のですね、えー、集大成のアルバムじゃないかなと。 いうふうに思います。この場合の復活はね、何を指すのかというと、シブヤセブンデイズのことかなと思います。えー、要は、スマイル、えーア、アウェイクと、えー、アルバムを出していった中の、えー、主体性のアルバムというような位置づけで、えー、感じております、えー。どういうことかというとですね、えー、その辺を話していきたいと思います。まずですね、あの時代背景を振り返っていきたいと思います。なんでね、こういう流れでアルバムができたのかっていうところの、 ご説明をしていきたいと思います。まずですね、えー、2005年6月22日に、えー、アルバムアウェイクが出て、えー、その後8月くらいか、えー、から、えー、とアウェイクツアーが始まるわけですが、えー、直後に出たシングル、えー、2005年の7月に出たシングルリンクが、えー、とキスの方に入ってます。アウェイクじゃなくてあくまでキスに入っているってところから、えー、今回ね、話が始まっていくわけですが、 えー、その後に、えー、2005年はですね、すぐ、えーまあ、ツアーと並行して、ハイドさんがまたソロに入ったりしながら、また、えー、スマイルが出た、出てからね、えー、お決まりの流れというか、えー、ソロラルクソロラルクの、えー、循環が、えー、すぐ始まっていくわけです。で、2006年ですね、えー、っと、ハイドで行くと、えー、シーズンズコールが2月22日に、 出て4月にアルバムフェイスということでソロアルバムのがまた出てですねえ後のバンプスになるえ流れがあるのが2006年ということですねえてっちゃんはと言いますとクリーチャークリーチャーっていうねえバンドのベース え、抜擢されて、何曲かね、2曲くらいかな、曲の提供をやったり、えっと、メインのベースが4弦から5弦になったのも、確かこの頃だったと思います。5月には、アシッドアンドロイドのミニアルバムかな、が出たりとかですね。8月は、けんちゃんがスピードというシングルを 出したりとかですね。えー、各々えー、おのえっとソロ活動と言いますか、えーえー、皆さん作曲されたりとかラルク外の活動がえっ、ー、と多かったのが2006年です。ただあのじゃラルクの方はあの我々ファンはね、貯金期間だったのかというと、えー、全くそんなことはなくてですね。えー、8月30日にですね、えー、ブルーリライズからフォービルンラバーまでのえっ、ー、とプラス、えー、ザフォースアベニューカフェの14曲いわその 短冊 CD っていう言われるね、前の、巻死シングル前の8センチの CD ですね。を全部巻死、えー、化するっていう、えー、これは何なんだ。えっ、ー、と、15周年企画ですね。が、えっ、ー、と、行われて、えー、10、だから全15曲、15枚の巻死シ,シングルが出ました。これが8月です。確かにこれ15枚全部買うと、 えっと、特製のそのシングル15枚が入るボックスみたいなのがもらえるっていうだけの、えー、<laughs> シングルの企画があったりして。で、これがね、ひあのー、当時はよくそのベスト100のヒットチャートがわ、えー、かるですね。テレビとかもやってたんですけど、これが全部乗るとかね。えー、サザン以来だったんじゃないかな。なんかそういうのでいろいろ記録になったり、ザ、えー・フォースアベニューカフェに関しては、えっと、当時シングル、 が出るよっていうタイミングでこうね、あのー、ん挫しちゃったっていう過去がありましたからカップリングであるねダーク・アンシェールの曲とかがお蔵入りになってたのとかジャケットとか歌詞カードのねお蔵入りになってたデザインがそのまま復刻されるっていうところでめちゃめちゃ、あのー、確かフォース・アビニュー・カフェは1位とか2位とかになったんじゃなかったかな1位はなかったかな。まあ、そういううい感じでねチャートにこう 何年ぶりかのこうリベンジでね、えー、リ,リースされるというね、あの、面白い出来事が起こったりして、えー、まんまと買った世代でございます。はい。で、えー、っと、2006年11月25、えー、26日に、えー、15周年、ラニバーサリーということですね。えー、東京ドームで 2days のライブがあって、えー なんだっけアイム・ペインとかね、あの、インディーズの曲を披露したりとか、まあ、レアなセトリがあったりとか、まあ、結構その15周年ですからね、まあ、自然と周年っていうとね、いろいろ総括するタイミングでもあったし、まあ、そこと絡めてですね、えー、アークとレイの15周年記念エディションみたいな感じ、ね、DVD をつけたうん、当時のね、ロン・ハーのね、えー、まあ、要はそのテレビ番組とかで新曲をこう、披露したようなのとか、えっ、ー、と、各ね、あの プロデューサーの岡野さんとかの、えー、あと、大石社長とかもいたかな。インタビューとかが載った、えっ、ー、と、DVD を付けた付属したですね、えー、アークトレイの、えー、アルバムが出たりとかっていう感じでですね。えー、活動自体、ラルクアンシェの活動としては、まあ、そんなに多くはないし、シングルとしてもね、新曲が出てない状況の2006年でしたが、えっ、ー、と、いろいろ表だった活動というかね、こう、いろいろニュースは常にあるような感じで、えー、ソロとラルクをね、同時進行でね、 えー、追っかけざる得ないというような、えー、嬉しいし悲鳴がね、えー、上がりまくってた2006年でございます。で、えー、っと、まあ、どんどんね、進めていきますが、これはまあ多分制作というか、メンバーにも、えー、っとですね、まあ、いろいろね、過去を振り返る、ん、タイミングというか、総括するようなタイミングであったんじゃないかなと思って、これがですね、あのー、地の,のそのキス、 の制作においてすごくいい風に、えっと、振り返るタイミングになったんじゃないかなと、勝手に考察しております。はい。で、その復活以降のね、集大成のアルバムじゃないかなっていうところの理由としては3つありまして、まあ今言ったのもあるんですが、えー、その他に3つありまして、まず1つがですね、えー、まあ単純にその、作曲が今回4人がですね、ものすごく充実しておりました。ジャンルがめちゃめちゃ、その、キスに入っている曲のジャンルですね、 が単純に、えっ、ー、と、すごいバラエティに富んでますよね。えっ、ー、と、まず一曲のセブンセブンなんかは、そのゼットエンドのオマージュであったり、えー、すごくね、打ち込み、まあ、ユキのだいぶね、あのー、貢献具合がありますし、えっ、ー、と、ハイロさんで行くと、まあ、ハリークリスマスとかね、クリスマスソングの中でも、ああいうこう、ジャージーな、えー、曲なんかものすごく音楽的にチャレンジを、えー、しているんじゃないかなと思いますし、まあ、とはいえそのクリスマスソング自体はですね、 実は、ラルクアンシェンのお家芸というか、えクリスマスモチーフの曲なんかたくさんありますから、そこのアップデートを目指していったっていうチャレンジがあったりとか、えー、あとは、マイハート、マイハートドローズアートリームですね。えっ、ー、と、これ、ケンちゃんの曲ですが、えー、まあ、これだけじゃなくて、なくてですね、えケ、ー、ンちゃん作曲の曲はもう、はっきり言ってもう今回大覚醒というかね、大爆発、ケンちゃんの才能、大爆発の、 えー、タイミングだったこともあってですね、ええー、ものすごく、うん、大、メンバーからも大好評でしたし、えー、我々ファンもですね、えー、なんだろうな、まあフ、ファンの声で言うとあれですね、まあ、てっちゃんなんかは、あの、やっと、こういう曲をね、ケンちゃんに書いてほしいと思ってた曲を出してくれたと、これはもう、えー、スマイルでね、復活してからは、多分初めてぐらいな感じなんじゃないかなと、えー 良くも悪くも撮れるようなですね。あの、コメントが出てくるぐらい、あの、素晴らしい曲を量産しまくってたタイミングであると言えます。で、えっ、ー、と、もう一つはですね、この新曲の、うんと、量と出し方ですね。えっ、ー、と、まず量がですね、まあ、これ参考文献、あの、ムジカっていう、ある、あの、雑誌なんですけど、今回その12曲入ってる曲、あの、アルバムですが、えっ、ー、と、トータルで24曲、曲出しであったっていうふうに、 徹、えー、也さんがですね当時語っています。要はその50%アルバムにいてもう50%はどうしたかというと没曲ではなくて良すぎるから撮っとこうって言った曲がもう何曲もあるというような、えー、ことを話していましたでですねあの要はものすごくこう作曲的には豊作だったタイミングだったっていうのもですね、あのー、このアルバムの充実っぷりがうかがえるというようなところですね。あとはその出し方っていうところですが えっと、今回はですね、あのー、またハートに火をつけろっていう、えー、ツアーをですね、えー、アルバムのちょっと前かなから始まっていますが、えっ、ー、と、これが、そうか、2007年の6月8日から8月30日まで、またハートに火をつけろっていうツアーが入ってます。で、えっ、ー、と、11月のティスですから、えっ、ー、と、3ヶ月、4ヶ月ぐらいか、えっ、ー、と、間でですね、このツアー中に新曲をおろすっていう、 え、チャレンジをされています。これはですね、えっ、ー、と、インディーズ以来、多分メジャーになってからは初めてなんじゃないかなと思います。まあ、例えばそのバイバイとかは、えー、後にね、バタフライに入るバイバイとかは15周年の時もおろしてますけど、えー、今回のね、キスの新曲、そのアルバム曲のすべ、えー、てはですね、えっ、ー、と、このツアー中に一度、 音源がする前に下ろしてるということですね。だいぶ揉む時間もあったし、えー、お客さんのリアクションも見てからだったりとか、あの、アレンジの時間もね、すごく長く撮ってるような、えー、ことを話していましたので、そういう意味でもすごくこう、洗練されたものがね、出やすい状況にあったし、まあ、そういうことにチャレンジできるメンタルが、あとラルク全体にあったと。えっ、ー、と、まあ、こ、このね、新曲を下ろしてからにしないかっていう提案は哲也さんかららしいんですが、まあ、やっぱりこうね、 とにも,かくにもこう歴史をひもといていくと徹夜さんがこうやる気を出してるときっていうのはもう基本的にはめちゃめちゃあのバンドとしては、えー、成長のね、えー、タイムグ,グッとね上がっていくところなんだなというふうに思いますはいでえー、っとですねちょっとだけソロとかの流れもえ確認しておきますかあやったかやりましたねはいごめんなさい、えー、というわけで うーんもう今回はですね、えー、簡単に言うとその集大成でありながら、特にあのポップ、ポップにね、えー、落とし込むっていうところに対して、えー、各作曲される4人のメンバーがですね、えー、全く手、手らいがないというようなところですごく聴きやすいアルバムになっています。えー、とはいえその、えー、90年代の、えー 幻想的な部分は全くなくなってしまったのかというと全然そんなことはなくてですね、えー、ケンちゃんのギターとか、えーね、が特にありますけどう、そういったところで全く薄れずにですね、うまく中和されているアルバムだと思いますので、えー、初心者からですね、えー、コアなファンまで、えー、納得して、えー、すごく真骨頂なアルバムだったんじゃないかなと。 えー、いうふうに思います。すごくね、あの、おすすめです。えー、あとはですね、うんと、岡野はじめさんっていう、そのベーシスト、えー、ピンクのね、ベーシストの岡野はじめさんという方がいらっしゃいまして、えー、この方が基本的に、えっ、ー、と、トゥルーぐらいから、あ、違うか、ハートか、ハートから、えっ、ー、と、プロデューサーとして、アレンジャーとして、えー、名を連ねてまして、えー、 5人目のね、ラルクなんていう風な、えー、言われ方もされる方ですが、えー、その方の、えー、プロデュースの曲が、えー、だいぶ少ないという風になってます。これはあのー、各雑誌でも、えー、哲也さんがうーん、あんまりいい言い方じゃなく、岡野さんの立ち位置があやふやだっていうのが今回ちょっと問題ですかね、みたいな感じで。 えー、ちょっと継承をね、あの雑誌を絡めてこうメンバーであったりとか、スタッフに話してるような、えー、コメントも見受けられたタイミングなんですが、えっ、ー、と、セルフプロデュースが簡単に言うとね、すごく多いんです。あの、セブンセブンとか、えー、マイハートとか、えっ、ー、と、デイブレイクスベルとか、えっ、ー、と、まあ、シングルになっているような曲たちも、ん、セルフプロデュースが、 えー、すごく多く多てこれはまあどういうことなのかっていうとあんまこう一概にこうですっていうのは私も言えないんですがまあいろいろあった中のセルフプロデュースの多さこれはた例えばこうまあおののがそのソロで別なねあの現場で、えー、レコーディングとかをされて、えーまあ、そこで培ったねノウハウ がすごく集約したりとか、えー、いろんなタイミングが重なってたと思いますが、ある意味そういったところもえっ、ー、と今回はすごくいい風に機能して、えー、ある意味こうラルクらしいというかメンバーズライクなアルバムになったんじゃないかなというふうに思います。えー、今回はねあのキスの話をさせていただきましたが、えー、まだねあの九、ー、十年代オンリーでね懐かしがってるラルクファンの方もですねぜひその復活以降の アルバムで キスをね、聞いてないってい方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いていただきたいですし、えー、大好きな人もですね、その極端のね、えー、まあ、ここのこういうところがいいですよねとか、いうのもね、ぜひ、あの、コメント欄とかね、含めて教えていただけたらな、というふうに思います。えっと、実はあの、私、個人の話でいくと、ちょっとラルクから、えー、離れてる、離れちゃったタイミングはこの辺でですね、あの、がっつりそのアルバムが出たタイミングでは、しっかり聞けてなかったりしたんですが、えー、改めてこのですね、2020年現在になって、 えー、いろいろ聞き直すと、えー、ものすごくこうバランスの取れた、すごく、えー、だいぶね、上位に入ってくるようなアルバムランキングの中でもですね、いいアルバムなんじゃないかなと、え、いうふうに、えー、再,再再再再評価しているような感じでございます。はい、こんな感じでまたね、 えー、ラルクとか、えー、ラルク以外のですね、あの音楽だったり、えー、面白いカルチャーの話をですね、いろいろ考察を交えて、えー、話していきたいと思いますので、もしよろしければ皆さん、えー、グッドボタンとね、チャンネル登録などね、していただけたらいいかなと思います。はい。ではまた別な動画でお会いしましょう。ありがとうございました。